ガンモドキ。はい、どうも、ネベルです。今日もバウンティやっていこう。おいおいおい、ちょっと君たちどうなってんのよ。あんなにみんなでダイヤ貯めようって言うたやんけ。続々と爆死報告が届くでどういうこと？もうやめて。 4.5 周年まではね、しっかりと貯めようって決めたじゃん。ということで、今回は毎月恒例のあの企画やっていきます。ダイヤ貯めようぜ企画。4ヶ月前ということでね、はい、今回もやっていきましょう。まず、4.5 周年の超フェスまでにいくらダイヤが貯まるかということを見ていきましょうか。8月末に来る超フェスですね。だいたいね、超フェス8月末に来てから1ヶ月ぐらい猶予がありますので、9月末ぐらいまでね、チャンスがあると思ってください。ということで、今から5、6、7、8、9の5ヶ月間でね、どれだけダイヤが貯まるか見ていこう。はい、いいか、みんな、じゃあおさらいな。1月に必ず貯まるダイヤの数は何でしたでしょうか。はい、もうね、私の授業を聞いてる皆さんならよくわかりですね。はい、170個でございます。もうこれもさらっといくよ、さらっといこう。そしてこれにイベントとかキャラの誕生日とかね、なんかもやもやいろいろあって、ざっくり平均して月に300個ぐらいは、もらえるんだったよね。オッケー。ってことは今から5ヶ月で 300×5 で1500個。はい、1500個は最低でも貯まりますと。どう？結構貯まるよね、まだまだね。うん、これもう割と安心できた？もしかしてみんなもう安心しちゃった？これ、うん、ダメだね。1500個でもね、かなり引けそうな感じは思うんだけれども、確率で見ましょう。確率でね、確率的にはこれ 0.2% の超フェスが来たとして、引ける確率っていうのは 48.35% なんですね。こんだけ持ってても半分にも満たないんです。はい、1500個持っててもね、2分の1も引けないんですよ、皆さん。まあね、そこまで著しく低い数ではないんだよね。うん、まあ、戦ってもいいかなと思うけど、まだまだやっぱ安心はできないよなっていう感じの数字だよね。はい、でもね、ごめん。うん、焦らせてごめんね。実際まだまだ大丈夫です。超フェスの月、つまり8月から9月にかけてはですね、かなり配布がえぐいことになります。年々ダイヤ数は増加の一途を辿っておりますが、去年はですね、タナピーがなんか算数ができなくなっちゃって1000個ぐらい配ってんのよ。はい、1000個です。はい、100個とか500個じゃなくて1000個です。となると、先ほどの1500個と合わせて2500個。はい、こちらがね、4.5 周年までに貯まるであろうと予想される数ですね。確率としてはですね、これ2500個で引ける確率っていうのは 66% になります。3分の2です。素晴らしい。先ほどのさ、50% も満たない 48% と比べると、かなり上がったよね。16% も上がった。いや、18% ぐらいか。にも上がってるんで、まあ、これだけ持ってればね、全然戦うぜ、俺っていう感じでいけると思うんだよね、強くね。はい、でもね、これね、超フェス3体分来た時の配布数なのよ。3体分ね、去年は、オリンが来て、そして、カイドウが来て、ゾロが来てっていう感じで3体分来て、全部まとめて1000個配布ということなので、まあ、今年もね、今年というか今回8月の夏の超フェスにかけても3体出るかまだわからない状況なんですよね。もしかしたら2体かもしれないし、1体かもしれない。となるとね、1000個ドカーンと配布するよりは、もしかしたら800ぐらいまで落ちる可能性だってあるんですよね。っていうか、大割で。さあ、でもまあ、安心してくださいよ、皆さん。このね、5月。はい、5月。僕の予想ではかなりのダイヤ数があると思ってます。昨日出したリークではですね、すでにルフィの誕生日で夢ルフィの復刻があると、はい、確定しておりましたね。そのルフィの誕生日ではですね、もうすでに50個のダイヤが配布することが決定をしているんです。しかもね、今こちらのダイヤ購入のところではですね、このように無料アイテム虹のダイヤ1個ということで、無料でね、5月の11日までだったかな。はい、無料配布で1個ずつも来てるんですね。さらにこれからゴールデンキャンペーンも続きますし、なんといってもシャンクスの復刻があるかもしれません。という本当にイベントが目白押しなわけですね。となると、いつもよりね、おそらく200個ぐらいはプラスであると思う。でかいよね、200個。うん。だからさっきみたいに、仮に超フェスの時に1000個だと予想してたものが800個に落ちたとしても、この5月で200個プラスなので、そこを補えちゃうんですよ。何が言いたいかというとですね、もう今から貯めろ！うん。Just do it!
今から君たち今から食べようぜダイヤを。いやごめんね、この音声だけしか僕伝わってないんだけど、もうめちゃくちゃ身振り手振りすごい大きいことになってる。もうなんかもう松岡修造みたいになってる。 Just do it! やろうぜみんな。はい、もうね本当に5月結構な誘惑があると思う。そこに負けずに戦いましょう、一緒にね。もうね、なんといっても誘惑その1はこのカイドウのガチャですよね。誘惑その2が5月5日の夢ルフィ誕生日、誘惑その3がゴールデンキャンペーンの最後にあるであろう予想ね。これは予想なんですけども、レッドシャンクスの復刻、このあたりでいかにダイヤを使わないかっていうのがもう 4.5 周年の新しい超フェスを引くキーポイントになってくるので、ここはマジで頑張ろう、耐えよう耐えようぜ。はい、とは言いつつね、まあ僕も頭でっかちではないので、もう引きたい人はどうぞ引いてください。はい、これカイドウとか正直めちゃくちゃ強いですからね。昨日も言ってますけど、緑カイドウでゲッター、しかも超フェスのゲッターですから、かなりね長い間生き残ることが予想されますので、正直今結構ダイヤに余裕がある人は試してみていいと思う。これ一周ぐらいはしちゃっていいと思いますね。っていう誘惑も交えたけど、僕は引かない派だからね。引かない派。はい、みんなで食べようぜ、超フェス食べようぜっていう派なんで、頑張ろう頑張ろうね、マジ頑張ろうね。はい、今握手した、今握手したよ、この手離さないからね。はい、ということで今回はですね、ラグナラクを一体何回できるのかということでね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ラグナラクを出せば出そうとすごい勝率上がる説。はい、これはね、ここですね。はい、こっち行ったら B 旗に行くのよ。はい、A 旗にね行きがちなんだけど、 A 旗は多分マムがいたから避けたくて、そしたらね A 旗よりも B 旗の方を少し遠くしちゃえば B 旗に行けるのよね。伝わった？伝わって、これはもう伝わってもらうともうたまらん、うん、なんか分からんかったっていう人解説するからまた教えてねコメントで。はい、じゃあここはちょっと変な現象が起きましたけれども、さあここバチコン、はい、これ2回目ね、まず2回目。テンポいいね、ちょっと待って、やばい、敵の巣に入ってしまった。敵の巣に入ってしまうのラグナラクあるあるですね。はい、これね、ちなみにね今 S 帯なんですよね、 S プラスかな。はい、リーグが切り替わったばっかなんで、まだねそんなにこう上位の人がねそこまでいないところなんでね、まだちょっと戦いやすいですね正直ね。ただ関係ないですね、ただ関係ない、もうラグナラクをブチにぶち込んでいきます。はい、ブチにぶち込んでいけばね、もう絶対に勝率的に上がるんだ。あおほう、オッケー、いいよいいよ、全然いいよ全然いい。ここでバチコンいっとく、バチコン、これもう3回目。はい、結構早くない？これまだレベル80だよ。100レベルだったらさ、もうメダルとかつけまくって結構いろいろできるんだけど、80でこの段階で、ラグナラク2位はね、オッケー。やっぱね、こう、S 帯の状況だと結構やっぱね、スキルが避けやすいですね。はい、ありがたいことにね。はい。さあ、次4回目いきますか。これちょっと抜いておくけども、誰が来る？誰が来るんでしょうか？誰も来ないんかい、誰も来ない、手持ち無沙汰な時間ね。いいでしょう、そういう時も楽しみますよ、このバウンティーラッシュね。はい、抜いていきましょう、抜いて抜いて。さあ次はもうこの辺で行っちゃおうか、行っちゃってね、こっちかな、ここら辺かな。はい、ここら辺で行ったらこっち行くね。はい、オッケーオッケーオッケー。これだからさ、一番遠くにどの旗をこう持ってくるかだよ、自分をね。うん、今 B 旗が一番遠かったんで B 旗に行ったんですけど、A 旗が一番遠かったらね、 A 旗行っちゃうんで、おーしよ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 し、スキルが避けやすい、ありがたい。うん、ちょっと今ので一発で KO できたしたかったな、ちょっと一発で今の攻撃入れたかったね。はい、そういうのも勉強になるね、全然ね。さあやっていこうやっていこう、おっと、キョ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 、集中して集中、これで倒したい、倒し切りたい、うおマジか、ちょっと時間的にロスしちゃってるかな。さあ一回決まってから、おキョ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 、でこれ一発ラグナラク入れといて、おーちょっと待って、先ラグ7区やれとった、まあいいや、全然いいや、オッケーオッケーオッケー。さあいいよ、いい感じでバチコンやっといて、あと15秒なんで、ここはあっちを守りに行こうか。オッケーオッケー、勝てるぜこれは、集中集中。いやいいですね、やっぱラグ7区打てば打つほどいい説は、うん、なんとなくありそう。うん、わかんないけど、はい、でもいい感じですね。はい、ありがとうございました。変わったダイヤを貯めよう、君とダイヤを貯めて、チャンネル登録をしてよ、ダイヤを貯める。